皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今回はタイトルにもあったように、私29年間一度も実家を離れたことがありませんでした。まあ一度もって言ったらちょっと嘘になるんですが、まああったとしたら怪我をした時の約4ヶ月間埼玉に入院してた時だけで、本当にずっと実家におんぶに抱っこで、生きておりましたが、なんと2月の中旬頃から私福岡に住むことになりました。イエイなのかちょっとわからないけど、まあと言ってもゴールデンウィークくらいまでの約3ヶ月間になりますが、一人で福岡にエッサホイサとお邪魔します。まあ、なぜ福岡に行くかというと、以前もちょっと動画でお話ししたように、九州再生医療センターというのができます。脂肪を採取するところ、培養するところ、そしてリハビリをするところ、その3つが全て揃った施設になるんですけども、そちらでまず3ヶ月間、がっちりとリハビリを行って、もっと体をよりね可能性を求めて良くしていこうということで、行きます。なので、いや遊ぶけどまあコロナの状況を見ながら、いやせっかく福岡に行ったのであれば福岡を楽しみたいし、まずは拠点を福岡に置いて集中的にリハビリを行っていこうと思います。なのでここの壁さんとは当分お別れですね。私の部屋のこの壁、あっちに行って、どこでどう撮影するかもまだ分かりませんし、そう、私が住む3ヶ月間住むところも直接私見てないんですよね。部屋の写真とかはいただきましたが、直接は行ってないので、どんな感じになるか正直不安、何を持っていけばいいか、引っ越しみたいなのもしたことがないから、まあ、3ヶ月間だけですけど、あと3週間くらいしかないのもとっても不安でございますまあでもそういったなんて言うんですか、あんまりこう家の中での生活っていうのは見せてなかった分、お部屋での生活みたいなのも取れたらいいなというふうに思いますし、やっぱならではの福岡に行ったからこその動画とか、そういった動画もいろいろ取れたらなというふうに思いますので、福岡の皆様、そして九州地方の皆様、山形県でどこにあるのみたいな人がお邪魔しますが、ぜひよろしくしていただけたらと思います。はい、ということで、まあでも本当に、体のために一生懸命頑張ってね、ずっと基本的にはもう毎日リハビリをする予定なので、痩せたらいいなとか思いながら頑張っていきたいと思いますので、そういった再生、体のね変化もどん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 アップしていきたいと思います。では皆様、福岡に行く私もよろしくお願いいたします。はい、ということで、今日は福岡に住むよというお知らせでございました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。